まりました。ランジャタイのポンポコラジオでございます。始まりました。はい、ちょっとね、今回は動画でやろうということで。そうですね。YouTube 活動にね、力を入れてやっていきましょう。一回止めますか、これ。なんで止めるの？一回止めましょう。なんで？ちょっとなんか、気持ちが乗らなかった。一回、どうですか、止めるって。まあ、編集でそれはやるので、最初に。一回だけね、止めてもらって。止めますか？はい。何なの？ポンポコラジオでございます。はい、第15回目でございますね、はい、あと今回から動画でやっていこうということで、はい、時代に合わせてね、やっぱ YouTube でやっていくということで、やっぱ動画でやっていきましょう。動画をやっぱみんな見たいですか？こんなね、せっかく簡単に携帯一つで動画撮れる時代ですか？何ですか？一回ちょっと止めて。なんか違う。何が気に入ってるの？画角いい。なんかどうですか？これでいい。いや、いいじゃん、これね。これ。タイトル。あ、タイトル。え、これ見えるかな？見えてんのかな？いや、これ見えてるぞ、それ。映ってます？僕ら。いや、見えてますよ、それは。これ映ってます？知らない。これ生配信でやることだから、これ。ちょっと一回止めましょう。何？一回、もう一回、すみません。止めてもらっていいですか？あ、僕止めましょうか？大丈夫ですか？僕、止めましょうか？じゃあすみません、近い人から撮る。はい、始まりました。ポンポコラジオでございます。はい、3回目の、ね、撮影ですね、はい、これやり直しで。なんか気持ちが乗らなかったんですか？なんか気に食わないことがあったんですか？そういうのないんですけどね、うん、なんか違うなと思ってね。何が違う？なんかもっとこう、フレッシュに行きたいと思って。はい、初放送なんですよね、このグレープ、カンパニーという。あ、ね、稽古場グレープカンパニー、まあ、場所まで言わなくてもそうか。そうです。で稽古場でね、はいはい、ちょっと今撮ってるんですけども、まあね、撮ってるんです。でもっとこうフレッシュにいきたいなと思ってね、1年目のね、気持ちでやっぱ芸歴もリセットということで、もう1年目だから、ね、頑張りたいと思います、はい、一回止めましょう。なんか映ってますか？いや、インカメだ、分かる。インカメもうすごい映ってる。これ何秒ですか？47秒ですね。47秒、一回止めましょう。なんで？もう一回。なんですか？ちょっと止めましょう。カメラ回ってますの？いや、回ってんの？それも分かんないんです。すみません。一回止めましょう。回ってますこれ。一回回ってるのなら止めましょう。さあ、はい、始まりました。ランジャタイでございます。ね、皆さん、はい、こんにちは。こんばんはの方もいるでしょう。はい、動画でやってる動画でやったで。どうですか、気持ち新たに。いや、事務所も決まって、やっぱりそのグレープカンパニーというですね、はいはい、事務所、我々なんと所属させていただけることになる。ありがとうございます。本当にもう嬉しくてね、ね、今稽古場で撮ってるんですこれね。グレープカンパニーで、ね、所属させていただきましたね、こんな素敵なね、なんか看板まで用意してもらってね、ね、もうすっかりタレント気分で、ね、動画だとやっぱ気持ちも変わりますね、うん、そうですね、カラオケ屋みたいな雑音もないですしね。雑音ないんですよ、カラオケ屋でね、撮ってたんですけど、隣のね、音がきついですよ、カラオケ屋で。隣の音が響くでね、うん、ノイズだらけのラジオだったんですけど、まあね、新規一点というか、この何もノイズがない環境で撮れるっていう、このノンストレスっていうんですか、はい、ね、やっぱりすごい嬉しい、やっぱ気持ちがいいですね、うん、すごい綺麗なとこだしね、やっぱり本当にさすが、うん、いいところに入りましたね、本当にね、いい事務所に。一回止めましょう。一回こう回ってますね。これ回れなんだか。何が気に入ったの？いや、回ってます。回ってる、回ってる、ずっと回ってるんだ。だからカラオケ屋のテンションで言ってたんで、もうちょっとびっくりしちゃって、一回止めましょう。カラオケ屋のテンションだとちょっと違う。ちょっと違いますね。でもなんかもうちゃんとした環境だったんで、もうとにかく一回止めましょう。何秒ですかこれ？今1分半ぐらいです。1分半、1回止めましょう。1回だけ止めましょうね。1回だけ。ごめんなさい、すいません、すいません。さあ、始まりました。何でしょう？なんちょっと、すいません、ね、さあ、始まりましたね、ランジャタイのポンポコラジオでございます。ありがとうございますね、第15回ですね、はい、今回からなんと動画でお届けしようでございますね。やっぱ YouTube 活動にね、はい、力を入れて、ね、ゆくゆくはね、YouTube だけで食っていけるような、あ、そんな、で、そんな夢の世界になればいいなと、はい、うん、テレビもね、たくさん、目って、うん、テレビも目って言っちゃいましたけどね。一回止めましょう。なんで？目って言って、噛んだんで一回止めましょう。今のは俺のミスで止めること、はい、単純に。一回止めましょう。ね。
回でございます、ね、15回でございます、うん、やっぱ M1 もね近いということで、うん、そういうこともねたくさん話していきたいし、そうですね、ね、キングオブコントもねもライブありました、それ見た感想なんかもね、3日、うん、4日前ぐらいですね、まあ、ライブとかではもう散々ね喋ってるんですけど、動画でもなんかインターネットで世界中にねそういうのをお届けしちゃおうということでやっていきましょう。どうでした今回のキングオブコント2019ですか。ね、我々の友達とかもたくさん出てましたけど、どうでした感想、ね、誰が面白かったかとかね。ちょっとびっくりしました、正直一回ちょっと、じゃあもう一回信じてね、あ、またやり直すんですか。ちょっと最初から、はい、立った方がいいな、あ、もう顔映ってないです。そうですね、顔がこれがね、最終稿ということで、はい、ね、これでやっていきましょうよ、ね、もうやりましょう、あ、やりますか、ちゃんとバッチこの、書きましたから、はい、第15回ポンポコラジオ、ポンポコラジオ今回からの動画でやっちゃう、はい、いや素晴らしい、ザッと事務所も決まって、なんと M1 も始まって2回戦我々進んでおりますから、今年こそは決勝に行くぞってね、うん、グレープカンパニーという、あ、そうなんです、事務所に決定しました、素晴らしい、いいところ、はい、最高の事務所に、ね、最高の事務所決まりましたよ、うん、最高です。まあ、サンドイッチマンさんとかもねいらっしゃって、うん、長野さんとか、長野さんとか、はい、うん、高橋秀樹さんとか、マーサさんとかね、マジモジ君のなんか、マジモジ君の人ですね、あ、出てましたね、トンネルさんのね、素晴らしい、はいはいはい、いっぱい出てましたよ、そういう方々でもね、順番にお会いしてご挨拶していきたいなっていう、はい、うん、どうですか、うん、まあ、ぐらいですかね、あの、今回話すことね、いや、いっぱいあるか、キングオブコントとか全然まだ話してない、 あんなにライブで喋ったじゃない、二人でキャッキャ言って、はい、見ました、そういうのをちょっとね、この YouTube の皆さんにもなんか喋りたいという、見ました、感想ね、一組一組どうですか、うん、面白かった、ウルトラブギーズとかね、うん、ね、ドブロックとか、面白かった、笑うじなどうさんとか、ゾフィーさんとか、みんな、もうみんな世界中、かがやもすごかった、みんなね、うん、どうですか、一回止めましょう、回ってますこれ、カメラ一回止めましょう、回ってますよね、でも分かんなくなっちゃう、回ってます、回ってます、もうほら、ほら1分52秒、一回止めましょう、一回だけちょっと止めてみましょう、回ってますから、一回止めましょう、カメラ一回だけ、一回止めてみてもらっていいですか、一回だけ止めてもらって、ちょっと一回止めましょう、回ってます、一回止めましょう、あ、ちょごめんなさい、再開です、あらわしなんです、やめてください、それだけちょっとやめてください、すみません、止めますか、止めましょう、笑うじさん再開です、さあ始まりましたね、ランジャタイのポンポコラジオでございます、第15回ということで、再開でした、気持ち新たにね、動画で今回動画で事務所決定、 M1 もバリバリ始まりました、 M1 も始まった、ランジさんね、再開でした、何始まりましたよ、ポンポコラジオね、どうですか、うん、もう何回もね、やりたはい、今回はこの動画でやっちゃうということで、はい、そうですね、うん、どうですか、やっぱりのグレープカンパニーさんというね、うんうん、事務所に所属できたっていうのがもう
今年一番の多分、うん、喜びと言いますか、はいはいはい、まあ、皆様のね、いろいろな助けもあって、我々この所属できたんではないかと、思っておりますね、私の中ではね。あなたの中では、あなたの中では。ちょっと一回座ってもらいます。ちょっとあ、すいません、顔がちょっと見えて、でもやっぱり何ですかね、やっぱ仲のいい芸人さんも多いんだよね。いい意味でね、ライブで戦友でもないです、白木さんとか、あ、そうですね、わらふじなるおさんとかゾフィーさんとかね、友達とかね、お世話になってる人がいっぱいいて、先輩で長野さんとかね、まあ、いろいろいるので、とても素晴らしい事務所に入れたと、いや、それはもう間違いない、なんて本当に思っております、なんなら今この動画もね、その事務所の稽古場という、ところ撮ってるので、とても嬉しいというかね、本当に、嬉しいですね、やっぱり。いや、嬉しいですね、本当に。はい、ちょっと一回座って、ちょっと、あ、はい、すみません、立ってます、これね、ごめんなさいね、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、すみません、一回ちょっと座ってもらって、すみません、大丈夫ですよ、ちょっと、はい、はい、ちょっと、はい、はい、伊藤潤二さん、T シャツしか映ってない、座りました、伊藤潤二さん、はい、T シャツしか映ってない、ね、これ、なんか渦巻きですか、これは。そうですね、あ、これいいですね。あ、僕と渦巻きの、名前なんですか。逆のがいいんじゃない、これね。どうですか。僕がね、漫画のキャラとラジオをするということで、大丈夫ですか。はい、ね、どうでしょうか、今回のね。あ、キングオブできるんじゃない。こうか。キングオブコントより。あ、いけるよ。福ちゃんみたいな。あの、ゾフィーさんの。変な髪型ですね。やめてください。いや、あ、君に言われたくないよ。君、この髪型、君のが変だよ、これ。ぐるぐる渦巻いて。キングオブコントより変ですね、その髪型。キングオブコント変じゃないのよ、まず。キングオブコントより変な髪型してますね。キングオブコントがまず変じゃないから。エントリーしたんですか？エントリーしてないです。その髪型でエントリーはしてない。出てないです、キングオブコントは。2000円出したんですか？出て、あの、で、聞いてる？出てない。出てないし。変な大会でもないから聞いてる？キングオブコントより変な髪型ですね。ちょっと黙れ、ちょっと黙って。そろそろね、ちゃんとしたラジオ撮りたいんで、もうちょっと。キングオブコントより変な髪型してますね。キングオブコントより変な髪型してますね。ちょっと座ってもらって。これどこでどっ切ってるんですか？自分で来てますけど。本当ですか？うん、自分で。ダッシュね。あの、あ、君はどこで来てる？ダッシュして。君は。来てるんですか？え？坂道転げ落ちながら来たとかでなったんですか？いや、ちゃんと椅子座って鏡見ながら。固定してんですか？はいはい。固定してそんなになるんですか？最高のコンディションで来てます。本当ですか？なんか坂道転げながらとかじゃないんですか？なんかね。そろそろあの、YouTube に流すやつをちゃんと撮りたいので、はい、お願いします。全没なんで、今のとこ自分で切って、そんな髪型になるようなやつはバカだ。ゾフィーの福ちゃんだから、福ちゃん自分でその髪型にするようなやつはバカだ。まあ、面白かったということでいいですか？じゃあ、キングオブコント、ゾフィー面白かった、面白かったです。ということで、はい、面白かったです。すごく荒藤奈良さんもすごく面白かったです。みんな面白かったね。みんな面白かったです、あ、そっか、じゃあ最後に、え、最後、はい、まだ何も喋ってないですけど、最後にちょっとこれだけ皆さん見てあげてもらっていいですかね。これ見えますかね、このこれだけでも皆さん今回の敗因、今回の敗因、これですね。全てがここに詰まってるという、はい、このなんていうんですか、うん、こうやって黒目がないです。黒目しかない。なるおさんのやつですね、これ。よく見たなんか白目がちょっとあります。見てこれ、ちょっとだけ 黒目と白目が反転してますね、これ。ちょっと怖いですね。ちっちゃい白目があります、
点点のやっちゃった、ま、魔人ブーみたいな目してるやっちゃったやっちゃった魔人ブーみたいな目してるすごいなこれ。こうか加賀屋のね加賀屋の面白ネタのやつねやっちゃったやっちゃったやっちゃったライオンバージョンまで。ザバーン。何これ、なんか画面バグってる。怖い怖い怖い。あ、怖い。あ、もう終わりだこれ。画面バグってる。怖い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 。